さん、こんにちは。さて、今日は心理学のバイアスというものの話をします。バイアス、日本語で使われるときにはよく先入観とか偏見という意味で使われます。心理学で使われるときにはこういった状況のときには人間はだいたいこの方向に偏った意思決定をするというふうな人間の心の習性、癖という意味で使います。例えば計画、夏休みの計画もものすごいいい計画を立てます。でもそのやる段になってくるとついつい先送りしてしまう。もうこれ日本国民がみんな同じ経験をします。さて、人間が望ましい行動をするにあたって邪魔をするようなあまり好ましくないようなバイアスだったり、あるいはモチベーションを高めてくれるような都合のいいバイアスもあります。だから我々が人を動かすような設計をするときには都合のいいバイアスを加速して、あるいは都合の悪いバイアスを抑えるような、そういう設計をすることが科学の力で分かってきました。その科学の力を取り入れた学問が行動経済学になります。人間をどう動かしていくのか、力ずくで動かすということもできるかもしれません。お金の力で動かすこともできるかもしれません。教育の力で動かすこともできるかもしれません。でもバイアス、我々が持っている心の習慣と寄り添うことによってもっと自然にお互いにとって楽な形で動かすことができることが明らかになってきました。これが行動経済学の魅力です。今日のお話はここまでにさせてください。皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。